ザ・ブラック・アウトは2003年に結成されたサウス・ウェールズ出身の6ピースバンド。ショーン・スミスとギャビン・バトラーのツイン・ボーカルによる掛け合いが特徴。2003年に英国サウス・ウェールズで結成されたヘビロック・バンド。ツイン・ボーカル、ツイン・ギターを擁する6人編成。同郷のロスト・プルフェッツやフューネラル・フォー・ア・フレンドらのライブに参加し、 攻撃的なサウンドとスクリームなボーカルで話題となる。2006年にデビューミニアルバム、ザ・ブラック・アウト、ザ・ブラック・アウト、ザ・ブラック・アウトを発表。2007年には、ファーストフルアルバム、ウィ h アー・ザ・ダイナマイトをリリース。ヘビーメタルやエモを通過したラウドなロックを展開し、多くのファンを獲得した。2008年9月には、アレサナとの W ヘッドラインでの初来日が実現し、 全3公演のチケットをすべて完売させて、日本でも大きな話題を呼ぶ。2009年4月パンクスプリング09へ出演する。2009年5月、セカンドアルバム、ザ・ベスト・イン・タウンをリリースする。2010年4月パンクスプリング12年、連続出演する。2011年4月20日、サードアルバム、ホープをリリースする。2013年1月21日、 ホースアルバムスタートザパーティーをリリースありがとうございます